今北海道のクピドフェアという社会福祉施設でワークシェアリングの形でパンを作っております。この形はできれば社会福祉事業と私たち民間企業が一緒になって共生の形のシンボルとして今後も広げていきたいと思っているプロジェクトです。